さあ始まりました。本日も IOST のチャート分析させていただこうかなと思います。現在時刻ですけども1月12日14時32分 YouTube 録画しております。現在の価格なんですけども IOST 3.4 円ということで、今日仮想通貨全体の動きをねしっかりチェックしながらですね、その他 IOST しっかり見ていきたいと思います。最後までご視聴いただければと思います。ちょっと画面切り替えて準備してまいりたいと思います。まず仮想通貨の全体の動きなんですけども、今日ビットコイン、こちらもしっかり上がっております。1.3% 上昇の493万円ぐらい。それから続きまして、イーサですね。こちら 4% ぐらい上がっておりまして、37万2000円ぐらい。それから昨日まで動きがあまり良くなかった BNB。それから柴犬ですね。こちら、あとそれから同時。この辺がしっかり上がっておりますので、まあ昨日とはちょっと動きが全然違うなというところです。あと先ほど仮想通貨のね、相場分析、お昼ぐらいに1本アップロードしてますので、そちらの方もよかったらフォローしていただいて、ぜひ面白かったなと思っていただけたら、チャンネル登録もなどもね、ぜひしていただけたらと思っております。では早速ですが、IOST ですね。こちらのチャート分析に参りましょう。こちら動き、今日いいです。こちら見ていただきますと、今 3.4 円ぐらいということで、今日価格の方ですね、6% ぐらい上がっているという状況になってきています。6.25% 上がっております。こちらですね、今見ていくと、陽線が2個ポンポンと出ております。大体 3.1 円ぐらいからの上昇なんですけども、この真上にですね、25日移動平均が見えます。ここにちょっとやっぱり近づいてきてるなというところで、移動平均にはやっぱりね、吸い寄せられてここまでいけるのかなというところですね。ここ超えてくると、ちょっと面白いなと思っていて、次は75日移動平均、この青い方ですね。こちらの方に向かってくるのかなというところですね。しっかり上がっていけるチャンスは十分掴んだのかなと思います。ここがやっぱり次の関門ですね。ここに陽線がやっぱり大きめのが出て、ここしっかり超えていけるとですね、今度はここがね、切り上がってきて、まあ、この辺でクロスしたところで、75日移動平均も超えて、ようやく上昇トレンドに向かっていけるのかなというところ。ちょっと15分足でね、確認していきましょう。15分足でちょっと見ていくと面白いなというところがまた見えるんですけども、こちらで見ていくと25日移動平均に、こう支えられてですね、しっかり上の方に値段が回復してきてるのが今見えると思います。ですので、この辺でも下髭も長いです。ちょっと上髭も長いんです。これはあまり気にしなくてもいいかなと思ってまして、まあ、しっかり上がっていけるんじゃないかなと思っています。ちょっと月足でも見ていきましょう。月足で見ていきますと、ちょっと陰線が続いているのが今見れると思います。なかなかですね、エアドロップの後苦戦が続いております、IOST。IOST がね、3.4 円っていうのはちょっとあんまり信じがたいようなね、金額だけで見ると、ちょっと安いなっていうふうには思ったりしています。まあ以前はね、1円以下っていう時もありましたけども、まあいい仮想通貨だなっていうところで10円ぐらいはね、直近上がりました。そこからちょっとね、調整今局面を迎えていて、まあ大体3分の1ぐらいまでに落ち込んでしまったという形の IOST ですね。まあなかなか3分の1以下になるっていうのは相当下がったなっていう、OMG とかもそうですけども、以前の価格に比べてだいぶ値段だけ見ていくと、安くなったなって思ってるはずです。ただ安いんだけど動かないっていうジレンマがあるようなものが多いですね。今見てると。で、IOST も今そこの状況にどっぷりハマってしまってるんですけども、ようやくですね、この金利の問題、それからオミクロンなどが落ち着いてくればですね、しっかりまたこの辺に戻す力は十分あるんじゃないかなと思うわけです。なかなかこう、上がらない七不思議というわけじゃないですけども、不思議は不思議ですよね。これで 3.4 円で、まあ、ずっといるっていうのはおそらくあまり考えられないかなと思いますね。だんだん値段の方がやっぱり4円とか5円とか、まあ、上の方に上がってくるのかなというふうには思ってますので、まあ、仕込み時といえば仕込み時かなというふうにもね、思いますけども、まあ、しっかり IOST という仮想通貨をもう一回ね、認識した上でね、やっぱりやっていかないと、わけわからないで買ってしまうと、仮にここで下げてきた時に、この辺で損してね、もういいやってことで、多分、なってしまいますので、しっかり積み立てていきましょう。やっぱり IOC といえどもですね、油断は大敵だと思います。ただまあ、長期的にね、ポートフォリオを組んでもいいぐらいの、私は IOC は魅力的だなって今でも思います。ですので、まあ、ポートフォリオは全部をね、IOC で固めている方もいらっしゃると思うんですけども、ポートフォリオのね、一部の構成として IOC を入れておくっていう方が、まあ健全かなっていうふうに思いますね。
まあ、それで、まあ、みんなでね、その自分のポートフォリオのみんなで上がっていく、財を成していくっていうのが、今ね、課せる、自分の役割なんじゃないかなと思っていて、まあ、私はポートフォリオの中に IOST をしっかり組み込んでおりまして、今、バイナンスの方でちょっとステーキングしてますけどね。まあ、なかなか、いい投資したのかなって私は思ってますけどね。まあ、ただちょっと4円ぐらいで買ったものもありますし、少し、安くなっているものもありますけども、悪くないんじゃないかなと思ってますけどね。10円ぐらいにはやっぱり行くかなと。最低でも10円ぐらいまで上がってもらえるんじゃないかなと思うので、今買ってもまあ2倍ぐらいは少なくても取れるんじゃないかなと思ってますけどね。まあ、ただ、わからないですけどね。これはどうなるか本当にわからないんで、私の認識で安いだけっていうことで、もしかしたらもう高いのかもしれないですしね。その辺はちょっと自己責任になりますので、IOST を調べて、まあ、安いと思えば買えばいいでしょうし、IOST よくわからないなって言うんだったら、別のよくわかる方に投資した方がおそらくいいと思います。その辺ちょっともう一回ね、分析していただいて、投資をするかしないか、どうしていくか、そこをしっかりですね、見極めていく、今いい状況なんじゃないかなと思いますけどね、悪くないと思いますね。安くなってますから、だいぶね、10円ぐらいで買っている方もたくさんいらっしゃいますので、そこから見たら随分安くなっているので、まあ、下値リスクはそんなに多くないんじゃないかなと思います。安いままね、ちょっと横に年次しちゃうかもしれないですけど、しばらくは。まあ、あんまりそこまでね、1円以下とかにまたなるっていうのは、ちょっと考えにくいかなっていうふうに思っております。まあ、ただわかんないですからね、そこは慎重に皆様がよく調べていただいた方がいいかなと思います。最後に週足を見ていきましょう。週足ですとね、こうなんか上がって、下がって、上がって、次はどうなるのっていう形に見えるんですけども、次こうなっていくんじゃないですか？でも、ここがどうなるかわかんないですけどね。いずれはやっぱりここをこう目指すような動きで、まあ、ゆっくり上がっていくのかね、こう上がっていくのかもしれない。まあこれが一番ありそうなんですよね。で、まあどっかのタイミングで材料がなんかいいのが出ればポーンと上がって、で、またちょっと調整するけど、また上がっていく感じで、まあここをターゲット。一旦はですね、ここ、で、今度はここがサポートぐらいで動くような状況っていうのも、10年スパンぐらいで見たら全然あるんじゃないかなって、ちょっと、まあ、1ヶ月単位とかで見たらね、ちょっと難しいかもしれないですけど、さすがに難しいとは思いますけども、10年ぐらいで見たらね、ここまで行ってないっていう方が、ちょっと考えにくいなって私は思ってるので投資してるということですね。まあ、しっかりした、調べた上で、私なりに調べた上でですので、ちょっと、もしかしたら間違ってるかもしれません。まあ、それは10年後見てみたいと思いますので、まあ、ぜひ皆さんも、何年後かわからないですけど、売った時に利益が出てるように、ぜひね、頑張ってみていただけたらと思います。悪くない仮想通貨だと思いますので、よく調べましょう。調べないとね、適当にやっぱり買ってしまって、ちょっと下がった時にヒュッと、売っちゃいますからね。よく調べておけば、多分この辺で持ってても、まあ、全然後上がるしなと思えば、我慢もできるんですけど、わからないとやっぱり下がった時に売っちゃいますね。見てると。そこが問題ですね。問題というか、まあ、投機になっちゃうっていうのが一番問題であって、しっかり積み立てていったりですね、自分のこう、ペースを守って無理しないでやっていけばですね、まあ、しっかり上昇局面では利益どこかのタイミングで出せるんじゃないかなと思う値段だと思います。今だったら。今買っとけばね、そんなに下がっても、下は死ねてるんじゃないかなってやっぱ思うので、まあ、いつか上がっていった時にパッと利確がね、できるんじゃないかなと思うので、まあ、短期でね、買っても利益出せそうだなっていうふうには思います。ただそこもよく考えましょう。ちょっと投機っぽいやり方はやめましょう。ぜひ積み立てていったりとか、しっかりね、相場分析して、納得できたらね、腹くくれたら買った方がいいと思いますね。買ったらもう本当に、売るか持ってるかしかできませんので、買ってなければ買うか売るか、見てるか。三つ選べるんですよ。選択肢がやっぱり狭くなっちゃいますね。買ったら、売るか、持つかしかないんです。まあ、そのまま買えますが三つもあるんですけども。基本的に、まとまったお金を多分、ポンと買っちゃうと思うんで、その後にまた、買い増しできるっていう、となると、少し時間かかっちゃいますよね。なので、そうするとやっぱり選択肢って2個になっちゃうんですよ。なので、選択肢は広めておきましょう。2個、3個、4個、5個も持っていた方がいいですね。まあ、ステーキングっていうのも一つの方法だと思いますので、まあ、その辺も含めて、自分の取引所販売所でそういうものが行われているのか、まあ、例えばコインチェックでレンディングが最近行われてませんでしたけども、最近また復活してきているものも出てきてますので、これも使えると思います。ただ、なんか3ヶ月ぐらいまでしかね、選べなくなっちゃってたんですけども、
まあ、ちょっとその辺はまたわからないですね。ただバイナンスでまたもう少しリリースが良かったりとか、いろんな場所を見てください。そこで購入してしっかりホールドしてステーキングっていうんだったらそれをしましょう。まあそういう形で選択肢を増やしていけば稼げる仮想通貨ではないかなとちょっと思いますけどね。私は思います。なので投資してるんですけどね。まあ、稼げるっていうかなんか投資してるって感じに近いですけど、まあ、15分足、ちょっとこう短い足で見ていくと直近の動きがわかりやすいので、ちょっとこういう形で調べてみるのもおすすめします。まあ基本は日足でいいのかなっていうふうに思いますけどね。はい。ということで、今回もですね、IOST チャート分析、すいません。長々とお話しさせていただきまして、本当にありがとうございます。今日はですね、しっかり仮想通貨全体的に上がってます。今日のニューヨークダウ、ナスダック、それからビッグス指数などにもしっかりチェックを入れて、投資を長く続けていきましょう。そうすることによって、自分たちの財産というものが、しっかり、雪だるまのようにですね、コロコロ、転がって、蓋を開けてみたら大きくなっているというのが投資だと思います。投機っていうのは本当に、わからないですかね。明日どうなるかとかちょっと読めないじゃないですか、やっぱり。それはやめましょう。難しいと思いますよ。まあ、ただ今、それプラス、投資家の皆様のレベルがぐーんと上がってます。ですので、本当に稼ぐっていうのは一筋縄じゃいかないです。投資にしないと、やっぱり、狩られてしまうというか、やられてしまうというかね、そういう形に、結果的になる、別にやろうと思ってる投資家さんたちはいないと思うんですけど、結果的にそういうふうになってきてしまいがちなので、しっかりですね、調べて、まず検証しましょう。いいものを買いましょう。その後は投資をしっかりしていきましょう。これだけだと思います。二つあれば十分だと思うので、あとはまあステーキングだったり、そのね、細かいところはいろいろ方法があると思いますので、まずはいいものを見つけてみてください。そのいいものがもしかしたら IOST なのかもしれません。そしたら先ほど言ったように、投資を続ける。これだけです。そうすればね、一番まあ負けにくいと思いますし、今は負けないことが大事です。今は本当に不安定な相場なんで、相場をね、見てれば見てるほど失敗したなって思いがちです。下がった時はですよ。ですけども、しっかりしたものであれば、まあ IOC がしっかりしたものと思ってるんであればですね、そんなに一喜一憂するような内容では全然ないと思います。自信持って大丈夫だと思う。いいのが見つかればですね、まずいい、IOC をいいものか、しっかり選択してみましょう。そこが大事だと思います。私は悪くないと思いますけどね。まあ、最後にちょっとお伝えさせていただきました。はい。ということで今回も IOST のチャート分析はこの辺で終わりたいと思います。これからも一緒にね、ホルダーの皆さん、それからこれから買ってみようかなっていう方とか、ちょっと気になるなっていう方、一緒に頑張って投資続けていきましょう。ぜひチャンネル登録していただきまして、これからも一緒にね、投資楽しんで続けていきましょう。今回も最後まで見ていただきまして、本当にありがとうございました。